皆さんこんにちは。運動学から考えるフラ、ハラフラを川井ルナです。今日は腕を動かすときに大切な相反する力についてお話しします。踊っている最中に手を大きく動かすとは言うものの、どの程度動かしたらいいのかわからないという方はいらっしゃいませんか？そういう方、今回は必見です。体の使い方を最大限に生かそうと思った場合、動かしたい方向と逆方向にも力を使うことが大切です。具体的な例があった方が分かりやすいと思うので、絵で説明しますね。例えばこれ横から見た図になります。手を前に出したい場合ありますよね。で、手を前に出したいということは、力がこの横向きの矢印のように力は働きますよね。で、その時にこの前に出したい力だけ考えると、肩も前に引っ張られてしまうことになります。で、そうならないようにするためには、この肩甲骨から下に引く力、この力が大切になります。で、ということは、手を前に出すというのは、肩甲骨が上に行きがちなんですね。それを防ぐために肩甲骨を下に下げるというような考え方になります。では、馬車のハンドモーションを使って説明したいと思います。では正しい例からいきますね。正しい例というのは、動かしたい方と逆の力で引っ張るということです。そうしたらバスの手、片方の手が上に上がってますよね。で、片方が前です。で、この場合、この上げてる手に反して肩甲骨を下に引っ張ります。で、前に出す手に反してこちらも肩甲骨を下に引っ張ります。これで1、2、3、4、5、6、7、このように動かすことができます。では悪い例をしてみますね。これは、動かす方の力だけを意識した場合です。そうするとどうなるかというと、手を上に上げるのにつられて肩甲骨も上に行く。で、手を前に出すのにつられて肩甲骨も上に上がる。こういう感じの動かし方になります。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7。では正しい例と悪い例を見比べてみましょう。悪い例の方は、首が縮まったような形で、見ていても伸び伸びしていないですし、せっかくこう雄大な動きである馬車のハンドモーションの良さが活かしきれてなかったように思います。で、それに対して正しい例の方は、伸びやかに雄大に見えてましたよね。今日は腕を動かすときに大切な相反する力について説明しました。ポイントは、動かしたい方向と逆の力も使うです。ありがとうございました。手を前に出す図を描けるちょっと興味をなくすけど、ちょっとおかしい。手を前に出すって難しくない？これ肩からこう これでも前って見えるかな？ここ消したら見える？あ、ここ消したら見えるわ。ほれほれ、ちょっと手が長すぎるかな。
長いかな。まあいい、まあいい。